ペーパラッチペーパラペー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 ンでけってことでね、もう終わったんじゃねえの、 GoTo イートという人たちがいるかもしれませんけど、実はですね、東京版 GoTo イートプレミアム付きお食事券、これはですね、実は今日からだったんですよと言いたいところなんですけど、実はアナログ版は昨日からやったらしく、もう売り切れてしまった、その動画撮らなかった。今日もね、10時からやりますって書いてあるんですけど、ちょっとクッフッフがですね、おえおえして余裕ぶっこいたらですね、もう12時45分で、もう終わってますよね、これ。もう終わってると思うんですよ。デジタル系はね、抽選だと思いますよ。これですよ。なんで、もう本当にこれってこと？受付上限に達しました。午前10時より。申し込み受付を再開いたします。これ昨日も出たんですけど、やっぱりもう12時になったら終わっていたのか、これは変わってないのか、どういうことなんでしょうね。これページ変えとか F5 みたいな、これこの人無事引き換えゲットしてんだよね。10時29分から30分以内にやらないともうダメということなのかもしれん。ガキでやるか、もう。抽選を開始しました。閉鎖いたしました。アナログ食事券引換券はがき申し込みの場合、スマホの場合先着順となります。一時の発行数に制限があります。もうおえだな、金曜日でおえってことはもう土日はおえおえってことだからな、これ多分。しょうがねえからあっちにしてみるか。なんつうの、デジタル、デジタルしてみるか。特設ページ見て、出るか。抽選方式はね、これは平等だわ。期間内いつでも申し込みいただけます。今日は11月20日10時から10時間20分から23時59分で GoTo イートキャンペーン東京デジタル食事券スマートフォン専用購入金額より 25% お得、東京都の登録飲食店で使えるデジタル食事券を販売します。1万円分が8000円で GoTo イートの現 GoTo イートのこれでなんとかしのぎたい。食事券申し込め、もう2セットだろうね、これは、うん、これ2セットだ、どうすることになる。で、こんなんでいい、なんも。でも Yahoo のあれの ID 取ってるから。おえ、抽選結果メール送付11月26日木曜日18時購入案内メール送付11月27日購入期間11月27日から12月抽選結果メールと購入案内メール当選のみをお送りします。当選した方は購入案内メールの本文に記載の URL をクリックして購入に進みます。抽選申し込み時と購入時は同じ Yahoo Japan ID でログインしてください。抽選申し込み時に選択したセット数を購入してください。抽選申し込み時と違うセット数を購入することはできません。必ず購入期間内に購入手続きをしてください。期日を過ぎると購入できなくなりますのでご注意ください。 GoTo イートキャンペーン東京デジタル食事券抽選結果の発表までしばらくお待ちくださいと。これメールが来てるんですよね。ちょっとそこが気になるところでは。
ますが、ちょっとメールをねチェックするというやつに飛ぼうと思うので一回ちょっと確認します。アナログということでね、メールアドレスチェックしてますけど、完全にねメールアドレスさらしの羊なんですけど、これで来てるんですよ。クローム、ヤフー、ズバとか、ズバとか。で、来て、来ます。GoTo Eat キャンペーン東京デジタル食事券、抽選受付にお申し込みいただきありがとうございます。抽選結果発表まで、しばらくお待ちください。お客様が申し込みされた内容、2セット1万6000円、1000円かける20。受付概要。第1次抽選申し込み受付期間、11月20日金曜日10時から11月24日火曜日23時50分。抽選結果メール送付日時11月26日木曜日18時15分から予定。購入案内メール送付日時11月27日金曜日10時から予定。購入期間11月27日金曜日10時から12月4日金曜日23時50分。Go to Eat キャンペーン東京デジタル食事券に関する注意事項などは以下ページをご確認ください。本件に関する問い合わせはこちら。このメールは Go to Eat キャンペーン東京食事券申し込みている役の ID なんとか何とかで発信しております。ちょっとね、よいしょか、書いてくれるね、いう感じなんですけど、あ、これは問題起こるでしょうね。だってこれ別に Yahoo ID いっぱい取っていっぱい申し込めばいいだけじゃねえのっていう噂は流れてますよね。それを同じ住所の人とかなんとか別にいいのかなというやつがあるので、またね GoTo Eat はズルの巣窟ですから、また工夫ノウハウをね試してみたいと思いますよ。そのルールがねいまいちわかんないんですよ。書いておけばいいんですよ、1人1個までですと。書いてないってことはいろんなアカウントでお申し込みしてもよろしいかもしれませんみたいな、そういうことをやってるかどうかも検証して、まあそれで検証して大丈夫だったらなんか大丈夫となるし、大丈夫じゃなかったらなんか応援するみたいな、アナログ見が欲しい羊ですけど、デジタルが抽選で申し込みます。まあね、当たるかどうかわかんないからね。ということで今回は復活 GoToEat 動画プレミアム食事券編です。Thank you.